向かって、右奥に置かれているのがついたて。左奥には、同じくパーティションの一種である屏風がある。ただしこの写真で見られるついたてと屏風は、従来の使い方を示しておらず、外国人に、日本の伝統風俗を解説する目的で、撮影されたものである。障子を用いたついたてついたてと、屏風すずり平ついたては、日本の家屋で用いられる。 パーティション用家具の一種。襖障子、板障子、組子などといった障壁に使えるものに大脚を取り付けることで自立する、調度品に仕立てたもので、屋内にて、間仕切り、目隠し、風よけ、装飾性、芸術性などを目的に用いられる。中国から日本に伝えられた飛鳥時代当時の屏風は、ついたての形態であったと言われる。 設置した場所から移動させれば、二分されていた居住空間は直ちに元の一空間に戻る。ついたては、あくまで簡易的で一時的な空間分割の手段である。伝統的には座敷で用いるものであったが、現代では、玄関口、通りには、台所などのほか、飲食店の間仕切りなどにも利用されるようになっている。玄関口に置かれる場合、 ここでの役割の第一は、目隠し目的の壁、すなわち、客の視線が、奥の室内に、直接届くことのないよう遮る壁であるが、それに加えて、訪問者が最初に目にする屋内の調度品である、ことから、もてなしにふさわしい美が期待されるものでもある。巨木の切り株や梅木をもとに仕立て上げたついたてなどは、本来の目的からすれば重量が過ぎておいそれとは、 持ち運べない大型家具が多いが、美の演出に主眼を置いた、このようなついたての事例も少なくない。なお、現在では、伐採が禁止されていることから、薬杉のついたては、それが、盛んに生産されていた当時以上に希少で高価な、ものとなっている。美的価値の高い石や、鍾乳石を板状に加工して、ついたてに仕立てたものもある。美術品として、 分野を築いている屏風とは比べるべくもなくささやかではあるが、ついたてもまた美術的な表現の場として一分野を形成している。すべてが絵画で表現される屏風に対し、ついたてのそれは絵画や漆仕上げなどによる平面的表現に加え彫刻を大いに含む。ついたての彫刻は反面に浮き彫りで表されることもあれば、大脚より、 上部のすべてが本体である場合もある。すずりべは、日本で書を行う際に、すずりの脇に置く、小型のついたて、あるいは、ついたてによく似た形の小さな用具である。風によるゴミ、埃がすずりに入るのを防いだり、風で炭が乾くのを防ぐために用いられてきたが、現代では、色紙などを飾るための調度品として用いられることが、多い。 主要な材としては、木製と陶器製が多く見られる。ウィキメディアコモンズにはツイタテに関するカテゴリーがあります。ウィキメディアコモンズには、すずりベイに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。